たちと一緒に夢に向かって。ビューティフォー。紅葉ってなんて美しいのかしら。あたり一面が赤と黄色のグラデーションで染め上げられて、まるで別の世界に来てしまったみたい。冬が訪れるまでの短い間、こうして私たちの目を楽しませてくれる。もみじたちは大変な表現者なのかもしれないわね。自然の美しさを私たちも手に入れたい。なんて言ったらちょっとおこがましいかもしれないけれど、この美しさを表現できたらいいわね。そうだ、とってもいいこと思いついちゃった。今度部室まで遊びに来てくれない？というわけで、リコとヨウと一緒に衣装をデザインしちゃいました。どうかしら。山を彩る紅葉の美しさをモチーフに、私たちもステージを彩る華やかな存在でありたいと思ったの。ヨウとリコも同じことを考えていたみたい。衣装だけじゃなくてステージも赤や黄色の布やリボンで飾ろうと思っているの。デザイン案はこんな感じで。え？嬉しそうな顔をしてる？そうね、私はアクアのステージのことを考えている時間が一番幸せなのかもしれないわ。モミジやイチョウに負けないくらいアクアも秋を表現しなくっちゃ。今度のステージも楽しみにしていてね。